どうもバーンです。このレタスなんですけども、まるで木のように縦にね、どん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 伸びてきてるんですけどね、肝心の葉っぱがね小さいんですよ。これどうしたらいいのかな。これほらこんな高いところまで来てて、もうちょっとこの辺で切った方がいいんかな。これあんたさん、それ以上上行かんときやっていう風にやってみようかなと思ってます。っていうのもほら、こっちもこうなったんで、2つあるんで、ちょっと比較するためにどうしようかな。こっちをちょっとちょん切ります。でこっちはちょっとそのままと比較していってみようと思います。はい、そしてですね、残念ながら若干元気のなかったこのレタス、ダメになっちゃいました。ご臨終ごめんな。プチトマトなんですけども、たまにね、ん?っていうようなトマトがねあるんですよ。それがこれなんですけどね、これはまあ出来損ないということになるんですかね。そうか、虫に食われたか。虫食いはしょうがないですけどね、無農薬でやってる以上ね。はい、そして最近のねキュウリなんですけどね、いい感じでね取れるようになってきてるんですよ。でね、全然知らなかったんですけどね、このねイボイボあるじゃないですか、このイボイボ、このイボイボのある品種ってあんまりねできないらしいんですね。だからあんまできないな、うちのキュウリはって思ったら、まあこんなもんだということなのかもしれないですね。あ、そしてねインゲンなんですけども、まだ花がね咲いてはいるんですけれども、あんまりねできなくなってきたんですね。どうしてかな。できてないですよね。はい、そしてねこれね、シシトウなんですけども、やっとできるようになってきたんでね、順次収穫していきたいと思います。はい、こちらねピーナッツなんですけどもね、根がねだいぶ広がってきましたよね。で当初ねここにね人参を植えようかなと思ったんですけども、ここはやっぱりちょっとピーナッツをねこう這わそうかなと。で人参はちょっとねトウモロコシが空いたところにね植えていこうかなというふうにね思っております。はい、そしてこちらスイカなんですけれどもね、小玉スイカ、こちらねもうあと5個あるんですけれども、これ以上あんま大きくならないんですよね。第1弾に取れたやつよりもねだいぶ小さいんですよ。どうすべきか、この辺りで取るか、それとも大きくなるのを見計らって欲張るか、どうしようかな。取った方がいいかな。そしてこちらのスイカの株の方はもう全然実がならないんで、もうここはねちょっと場所も取ってるんで、もうそろそろね終了かなというふうにも思っております。でこちらねプチトマトを植えていたところをここから離脱いたしましてですね、こちらトウモロコシの跡地にトマトを植えました。結局ね 1,2,3,4,5,6 本かな。ということはなんかトマトだらけになってきたな。どうなんでしょうかな。